さんこんにちは。中島ゆかのそこまで言うかの時間がやってまいりました。本日のですね、配信するテーマは、2本です。最初のサムネイルをご覧いただいたようにですね、ゲ表現の不自由点ってまだやってたんですか。しかも東京があるんですね。これやっていただきたくないですね。いやもういいよ、勘弁してくださいっていう、そういう存在なんですけれども、私はですね、あれもう去年一昨年かなりますかね、広島県のですね、尾道にある桃島っていうね、もう本当に広島県に住んでてもこういう島があったのかっていうぐらい小さな小さなね、島の中でね、アートベース桃島という、まあいわゆる表現の不自由点のですね、まあ同じような趣旨のものをね、やったことで YouTube でも過去配信して、えげつない絵画がたくさん並んだりね、反転連とか、まあいろんな動画とかがね、まあそんなものがまあ展示されていましたけれども、まだやるんだと思って、なんだかんだ言いながらこの前大阪でやってたようなんですけど、私がね、まあ、非常に尊敬する村田春樹先生がもう急遽あそこにね登場して、侍魂でね街頭演説をされておられました。ちょっとご覧ください。全否定はしないけど、菅さんの過去の業績見ると二重ですよね。二流です、津田さん二流ですよ。悪いけど、あなた学校のことは言いたくないけどね、都立北園高校、悪いけど二流でしょう。早稲田大学、私も行ってましたから言いますけど、悪いけど二流じゃないですか。そしてあなたの芸術活動、表現活動見ましたけど、これ悪いけど三流じゃないですか。菅ダンスクさんね、反論があるなら来てみなさいよ。あなたはどうやって飯が食えるか散々悩んだでしょ。知ってますよ。そしてあなたはね、2つの方法を考え出したんだよ。1つは髪の毛だよ。髪の毛を金髪することによっていかにも芸術家みたいに見えるじゃないですか。いかにも前衛的に見えるじゃないですか。頭染めるくらいしか脳がないんですか。中身を金髪にしなさいよ。中が脳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 が、それからずっと金髪にしてますよね。もうぼちぼち本当の頭知らないかもしれないけど、髪の毛染めるのにさぞかしお金かかってるでしょ。私なんか全然金かかりませんよ、この頭。あなたはこんな頭になってただの中年の親父なんじゃないですか。あなたは金髪だからいかにも前衛芸術家に見えるだけなんですよ。もう一回言うけど、染めるのやめてこういう頭になったら誰も相手しませんよ。父さん、あなたが飯を食っておくために考えた二つ目のことを教えておる。それが反日ですよ。日本の伝統文化を踏みにじり、日本の皇室をないがしろにすることによって、そういう勢力から飯を食わせてもらえるようになったじゃないですか。あなたの飯の種は反日です。芸術的でも何でもない。芸術なんてどこにある。反日反皇室で飯が食える、金髪で飯が食える、この2つを考え出したんでしょ、はい、反皇室反日本の人たち、あえて言えば奴らだけに受けてるだけでしょ。何の広がりもないじゃないですか。はい、ということでですね、津田大介さんっていうのは金髪の愛知トリエンナーレの時の芸術監督かなんかやって、で大村知事とまあ仲良し小良しのお二人ですよ。で
私ね、この人にはもうね、興味も何もなくて、まあ私は、自分の生まれ育ったね、広島県で、まあように、反皇室というか、もう昭和天皇がああいう形で、吐き気が、しそうなようなね、まあ非常に無礼なものをね、その芸術と歌って、公的な資金ですね、税金で展示をしてね、まあ自分たちの満足を得ようとする、そのようなものをね、芸術というジャンルにもう入れられること自体がね、私自身芸術家としての魂のもうレイプだったし、もうやられた日には困るなっていうことで、まあ急遽尾道のその桃島までね、まあ行ったわけなんですけれども、多分その頃じゃないかなと思うんですけど、このなんか、津田さんにはですね、ツイッターもブロックされてしまって、で、この人が何やってるかっていうのは、まあ興味もないんですけど、ここ最近になって、まあ、結局、その税金でやるからね、ああいう風に、急遽展示がね、途中で中断したりとかっていうことで、今度は民間のね、場所を借りて、まあ、これやってるみたいなんですけど、で、この実行委員会の中に、この津田大輔さんっていう人は一応関与してないという風に、一応書いてあるんですけど、ただ、噂によるとですね、彼は、この表現の不自由点というのをね、徹底的に潰しにかかっている、側の人間っていうのは公的資金だからダメなんだっていうふうに言うけど、実際に私的なね、こういう、施設を借りてやったとしても、やっぱり反対するじゃないかみたいなことをね、なんか反論して言ってたみたいなんですけど、私的なね、場所でやるからいいなんてね、少なくとも私は一回も言ったことないですよ。公的資金でやるのはもう言語道断だけど、私的なね、場所でやるにしても、これは、まあ日本人である限り、芸術というね、そのような、もうジャンル、そのくくりの中に入れるわけにはいかないですね。村田先生がおっしゃってたように、もうこれはもう完全に反日というね、活動以外の何者でも、やはり私の中でもありません。で、現にですね、その愛知トリエンナーレ、それからアートベース桃島、で、大体どのようなね、ものが展示されていたかっていうのをね、これ本当はね、掲げること、こうやってアップすることだけでね、もう皇室のやっぱり侮辱になるものなので、まあ、このようなご尊栄をね、出すこと自体が本当に嫌なんですけど、でも、まあ、そのようなその表現の不自由点っていうものをやろうとしている人たちというのは、実際こういうようなものを自由にね、やっぱり表現できないという、趣旨で、まあ、このようなね、ものをね、過去、展示されて、まあ、いました。で、おそらく、これと同じではないにしてもね、まあ、村田春樹先生がおっしゃるように、大体、反日のね、反皇室、芸術を、まあ、冒涜した、それ以外の何者でもないというね、その息をやっぱり出している、ものでは、やはり、ないというふうに、私も、認識しています。でさらに、これをまた東京でやるんだっていうことで、おいおい、これは習近平が、国賓で来日するのと同じように、東京でやってもらっちゃあかんじゃないですかっていう、今のところ、その貸してくれるその施設が、見当たらなかったり、ということで、まあ、その、延期になっているということなんですけど、永久に延期してくださいっていう、絶対に、こういうものをね、私は、展示をね、認めるということは、まあ、もちろん、できないです。ということで、日本国憲法の中にある、その表現というね、表現のその自由っていうものを、このような形でね、やっぱり引用されるというのは、意味合いが全然違う。大和民族のね、やっぱり魂を非常に踏みにじられたような、展示というふうに私はもう断言しています。さて、今週のですね、土曜日24日ですね、この日は、先般皆さんに、ご紹介しましたように、ミルコンさん、まあね、ウイグル人権法の請願の、署名の、まあ、発案者、そして請願をね、国会に、提出されました。彼女と、YouTube のね、ライブを行います。で、日にちはね、決まってたんですけど、時間なんですが、24日土曜日のですね、夜10時半から、
行います。で、彼女と一緒に、この画角の中に、ミルコンさんと私がとりあえずトークをします。なんか知らないうちにあのミルコンさんの家ってピアノがあるらしくって、なんか弾いてもらうんだなんだかんだっていう風に、もう全然私はあのそのあたりは全然タッチしてないんですけど、まあ、ちょっと何が起きるかあの分かりませんけれども、とりあえず、7月の24日のですね、10時30分から生ライブを行いますので、どうかお楽しみにということで、皆さんご覧になっていただけたらなと思います。というところで今日は、私からは2本配信いたしました。あ、それとですね、ちょっと私のね、あのシルエットがちょっと変わったと思いませんか。多分ね、20センチぐらいはね切ったのかなっていうふうに思います。使用前使用後じゃないんですけれども、長いですね、ほんとね。で、今がこのような長さになりまして、まあ髪の毛の話はまあどうでもいいんですけれども、まあ、非常に、ここ台湾っていうぐらいね、暑い、毎日が続いておりますので、熱中症にならないように皆さん、お互い気をつけてまいりましょう。ではまたお会いしましょう。